イオニア地方を表した15世紀の地図イオニアとは、英ゲ界に面したアナトリア半島南西部に古代に存在した地方のことである、近くにスミルナがあった。アナトリア半島にはイオニア人が植民した様々な都市国家があり、それらで構成されたイオニア同盟の北の地域を指す。イオニアという地名は、先祖であるイオニア人に由来する。それまでイオニア人は、 ギリシア本土とアナトリア半島の間にある、エーゲ海の島々に住んでいたが、アッティカ及び現在のトルコ地方の両方に移住し、植民地を建設していた。イオニア地方は、北はヘルムス川川口近くのポカイアから、南はメアンデル川の川口近くのミレトスまでの狭い、沿岸とヒオス島、サモス島からなり、北をアイボリス、東をリュリア、南をカリアに囲まれていた。 この地方の都市は、アケメネス町とギリシアとの衝突で重要な役割を持っていた。古代ギリシア人の言い伝えによると、イオニア地方の諸都市は、エーゲ海の反対側からやってきた植民者によって建設された。その植民は、アッティカのイオニア人たちの伝説と深く関係していて、最後のアテナイをコドロスの息子、ネーレウス及びアンドロクロスが率いての植民だったという。 後世の年代学者たちはこれをイオニア人の移動と呼び、その時期はトロイア戦争の140年後、あるいはヘラクレスの息子たちヘイラクレー大のペロポネソス半島への帰還の60年後とみなしている。1910年、当時の研究者たちは、正確な時期はともかくイオニア地方が比較的遅くギリシア化したというギリシア人たちに伝わる通説に賛成した。 その時期は、ドーリア人の侵入と拡大以後、また、初期エーゲ時代以後にあたる。紀元前7世紀、遊牧騎馬民族のキンメリア人がリュディアをはじめ、コアジアの大部分を侵略した。キンメリア人は、メアンデルのマグネシアは略奪できたものの、エフェソスの攻略には失敗した。紀元前700年頃、今度は、リュディアのメルムナス町のシソギュゲソウがスミルナと、ミレトス一帯を侵略した。 その息子、アルディウスが、プリエネを落とした時には、すでに、コロフォンも、ルディアのものになっていたと言われている。長い復従の時代が続いた。紀元前547年、ルディアは滅亡したが、それで終わったわけではなかった。リディアをクロイソスを打ち負かした、キュロス2世が引き続き、イオニアを支配したのである。他のアジアのギリシア人都市と共に、イオニア地方は、ペルシアの属領となってしまった。 首都から遠いところにあったので、ある程度の実地は許されたが、統治する選手は全員ペルシアの手下だった。200年頃のミレトスの市場とその周辺を再現した、1、300のモデル。1968年、H シュリフ &K ステファノウィッツ作。そうした選手の一人、ミレトスのヒスティアイオスの先導で、紀元前500年頃、イオニア諸都市はペルシアに対して、 イオニアの反乱を起こした。まず、アテナイトエレトリアに応援を求め、サルディスに侵攻し、街を焼き払った。この事件が、ペルシア戦争の引き金となった。しかし、ラデオキの戦いで、イオニア艦隊は敗北。ミレトスも、長期の包囲攻撃の末、陥落し、イオニアは再び、ペルシアに征服されてしまった。しかし、ギリシア軍の相次ぐ勝利は、 英ゲ海対岸の同胞たちに幸運をもたらした。ミュカレの戦いにおけるペルシア軍の敗北で、ついにイオニアは自由を手に入れた。イオニアはアテナイの独立した同盟国となった。しばらく自治は続いたが、紀元前387年のアンタルキダスの和平により、他のアジアのギリシア人と指導要、イオニアは再びペルシアの支配下に置かれた。もっともそれは、 名目上で実際にはかなりの自由を保持していた。しかし、それもアレキサンダー大王の小アジア侵攻の時までだった。グラニコス川の戦いでヨーニアのほとんどの都市が征服されてしまった。ミレトスは単独で持ちこたえたが長きにわたる包囲攻撃に陥落してしまった。この時からヨーニアはマケドニア王国の領土となった。しかし、ミレトスを除く都市は、 アンティゴノス朝やその次のローマの支配下でも、なお繁栄を続けたのだった。エフェソスの古代の劇場イオニア地方は、南北 162km、東西36から 54km だった。しかし、その他にも、ミマス半島、キオス島、サモス島という大きな島が加わる。海岸線は、非常に入り組んでいて、海岸に沿って航海すると、実際の距離のほぼ4倍にもなった。 この地方の大部分は山で占められていた。現在もそうであるが、気候はとても良く、古代人には小アジアでも最も肥沃な土地として有名だった。植民地は当然のように栄え、とりわけミレトスは古代イギリシアの重要な商業都市となり、ミレトスからさらに、ユーク深海及び、プロポンティス海の沿岸具体的に、アビドゥス、キュジコスからトラペズス、 パンティカバイオンまでの植民が行われた。一方、ポカヤは最初のギリシア人都市の一つで、その都市の水夫たちは西地中海沿岸の探検を行った。エフェソスは重要な植民地は作らなかったものの、早い時期から繁栄し、現代のイズミルの役割と共通するものを持っていた。ミレトスで見つかった男性のトルソーパロス島産大理石製 紀元前480年、紀元前470年頃、イオニア地方は哲学、文学、美術に多くの人材を輩出した。詳細は、イオニア学派を参照。ホメーロスの出身地は、イオニアと言われている。他にも、アペレスは、コロフォンの出身と言われている。ありがとうございます。